はい、どうもちょっとです、今回ですね、電子ドラムを叩くと変な癖がつくからやめた方がいいクラスターみたいな人たちが一定数いるみたいな、それどうなんみたいな、まあどういう意味なのかみたいなところをちょっと踏まえて、なんかあそれ言ってなかったなみたいな話を思ったんで、でまあ僕はまあ電子ドラムをですね、こう ATV の A ドラムスってのを2018年くらいに買って、もう3年以上使ってるのかな、ローンが4年なんで、あと1年、来年の3月で終わるんでまあまあだからもう3年半くらい使ってるってことになるのかな。で僕はもう電子ドラム買ってめちゃめちゃ良かった派なんですよ。僕自身がね、うまいとかどうとかっていうのは他の人が決めることなんで、まあ僕がうまいみたいなことはね、まあ僕は自分がうまいみたいな風には言えないんだけど、まあでも、まあでも自分では明らかに電子ドラムがあったおかげでドラムに向き合う時間が増えた。ドラムでちょっとこうやってやってみようかな、こういうこと遊んでみようかな、こういう風に叩いてみようかなみたいなことはやれる時間というか、チャレンジできる時間が圧倒的に増えたので、結果として上手くなるスピードは絶対速くなったなと思ってます。だから電子ドラムを買わなかったら今ここまでドラム楽しくなかっただろうなくらいに思ってます。まあ、これもひとえにね、本当に ATV A ドラムスのおかげというか、あの時あの値段でこれがあったから本当に買えたみたいな、値段もいいし音もいいし見栄えもいいし、うん、僕にとっては本当最高の買い物だったなと思ってて、まあ、100% 生ドラムの代わりにはならないんだけど、でも本当に遜色なく生ドラムっぽさをもう追求できたかなと僕的には思ってて、まあ、だからなんで電子ドラムを使うとなんか悪いみたいな、こうダメだみたいな、下手になるみたいな話が出るのかなっていうのはちょっと全然分かんなかったんですけど、まあ、でも自分でも全く不満に思わなかった点がないわけでもないんで、まあ、そういうのも踏まえて、であとなんかちょっと意見をね、まあ、こんな意見があってみたいなのもちょっと紹介しながら、それに対してじゃあ僕がどう思うかみたいな、もう電子ドラム使いまくりの僕がどう思うのかっていうのもちょっと話せればなと思います。まずは一つ目、こう音が違うっていうのはこれ、自分が思った強さで打った音と実際に電子ドラムから出てくる音が違うんじゃないかって話ですね。まあ、だからよく言われるのは、こう電子ドラムって触るだけでズドーンとかすごい音が出るから、だから生ドラムでもなんかズドーンって音が出ると思ってこうやって叩いてくる、なんか実際しょぼい音しか出ないじゃんみたいな、だからもうなんか全然フォームも良くならないしみたいな、もうこんなん電子ドラム使って練習してるからあなた上手くならないんだよみたいな意見があるっていうね、これよく聞きますよね。うん、まあ、言いたいことはわかる。うん、なるほどなと。まあ、その特に安い電子ドラムとかは感度設定がないんですよね。感度設定ってのはどれくらいの強さで叩いたらどれくらい強い音が出るかみたいな、そういう設定、細かい設定とかを例えば ATV A ドラムスとかだったら本当に弱く叩いたところから一番強く叩いたところまで自分で振り幅を決められて、でその自分の演奏のこう感覚の中で自分が今一番強くしたいな、こうフォルテッシモで叩きたいな、ドーンってやった時にはもうフォルテッシモでドーンって返ってくるようなっていう設定ができるんですよ。で確かに ATV A ドラムスでもその設定は大変というか、やっぱ自分の感覚に落とし込むまでは時間がかかる。僕も何回もこう生ドラム叩いてその感覚をこう ATV A ドラムスで持ってきて叩いてみたら、いやーこうじゃないみたいな、最初はめちゃめちゃ感度をこう弱く設定してたんです。だからすっげー思いっきりよいしゃーって打ってもそんな大して強い音出ないみたいななんかこう音源モジュールの方でなんかフォルテッシモで叩いてくださいみたいな、だから本当のフォルテッシモでうらーっつって叩いたんですよ、うん、そうすると普通のこうバーンみたいな、ってパーンみたいな、こうちょっと強めに打ったくらいのショットだともう全然弱いみたいな、あなた弱いねみたいな、こう ATV A ドラムスが語りかけてくるみたいなね。だからそういうね感度のミスはあって、だから結局僕もそのなんか生ドラムでこう一番いい音と一番大きいくらいの音で、そんな実際強く叩いてないよなみたいな、そういうのを ATV A ドラムスに持ってきて、またこう設定感度設定の時によいしょ、こんなもん意外と優しく叩いても強い音出るからなくらいのなんか経験則とかいろいろあって、それをどうにか交えての今うまくいってるなみたいな、今の感度設定うまくいってるなとかっていう感じなんですよね。確かに
まあ、だから特にそういう感度設定をするだけでも大変だし、そもそも感度設定ができない電子ドラムとかは僕も使ったことあるんですけど、あ、マジで違うなって思っちゃいます。あの、初心者がじゃなくて、じゃあ僕はある程度生ドラムを叩いてて、経験者で電子ドラム欲しいなってなった時に、すごい2万円くらいでヤフオクで一番安い電子ドラムを落としたんですよ。そう、それで届いて叩いてみたら、あ、もう全然違う、もうこんな優しく叩いてるね、ズバンズバンと音が、でも気持ち悪いみたいな、自分の感覚と全然合わない、気持ち悪いみたいな。でもハイハットなんて時になんか全然こう開かないし、ズッチャー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 みたいな、ズッチャーズッチャーとこう開かないのよ、ズッチ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 みたいな、オープンしたいのにオープンしたいタイミングでスティックを打っても全然反応してくれないみたいな、うわーこれめちゃめちゃ反応悪いし、もう電子ドラムってダメだなおいみたいな。だって多分2万円でその電子ドラム買ったのに15分くらいしか音出ししてないです。だからあとはもう完全になんか練習パッドみたいになってましたね。まあだからそういう経験をしてる人が、あ、電子ドラム良くないよっていう風に言うのは、まあ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 分かんなくはないなと思います。まあでもいい電子ドラム買ったらね、そういう意見になんないと思うんですよね。まあただ初心者の人が、じゃあ僕が買ったようなね、4年ローンで37万くらいの電子ドラム買えるかっつったら普通買わないじゃないですか。まあ、だからそういうのも考えて、こう初心者の人はこう電子ドラム買いましょうって言ったら安い予算で5万円くらいとかで買おうとするから、じゃあそういうのはやめておいた方がいいよっていう意味で言ってるなら、まあまあわかるっちゃわかるんですけど、ただそれも僕の考えというか本当に個人的な意見だけど、やっぱり最初ってモチベーションが大事だと思うんですよ。音がうんぬんとか変な癖がつくとか、で音がうんぬんかんぬんみたいなことよりも、そもそもでドラムにどれだけ向き合えるかみたいな、ドラムをどれだけ楽しいなと思えるかっていうのが大事で、で僕は経験者の状態でその初心者用の電子ドラムを買ったんで、安いのを買ったんで、もうダメだっつって15分も叩けなかったけど、でも初心者の人が買った時そういうのだって分かんないじゃないですか。これくらいの強さで打ってるのにその感じが来ないねとか。だからやっぱ家でもこうドラムを叩けて、そのドラムに向き合う時間が増えるってこと自体がめちゃめちゃ貴重というか、そのために電子ドラムを買うっていうんだったら僕すごいいいと思うんですよ。僕は正直、じゃあパッドとかじゃあ買って練習しなさいよみたいな、こうね、週刊少年ジャンプにねガムテープを巻いてね、でタオルをかぶせてトコトコ叩けばあなた練習パッドになるじゃないの、それでいいじゃないの、始めなさいよっていうのもあるんだけど、僕はもう練習パッドすっげえつまんないんですよ。すっげえ面白くないの。やってて1ミリも楽しかったことないんですよ。そういう人間もいるんで、だから自分が楽しいってところにこう重きを置いてる人だったら、全然もう電子ドラムをまずは買ってテンション上げて、やっほやっほ楽しいぜでいいと思うんですよね、まずは。でその音の違いがね分かってくるようになったりしたら、新しいのを買うとかね、ちょっとグレード高いやつ行ってみようとかでもいいと思うし、あとはその電子ドラムだけでずっと練習するのは僕も良くないと思います。だから月に1回くらいでも生ドラムを叩くっていう機会がある人は、実際に生ドラムを叩くわけじゃないですか。で電子ドラムとの感覚の違いっていうのが、初心者の頃は分かんなかったけど、自分がどんどん上手くなるにつれて分かってくると、そこが分かってくるってことはその人の成長なんですよね。で初心者用の電子ドラム最初に頃に買ったけど、あ、なんかあんま良くなかったなって思えるくらい、その人のドラマーとしての感覚が優れてきたのであれば、それはいい投資だったと僕は思うんです。買って失敗だったと思わないです。だって自分の成長をそれ実感できてるわけじゃないですか、実際のところ。でそういう買い物は失敗って言わないですよ、経験って言います。経験値です、レベルアップです。それで生ドラムと電子ドラムとの感覚のね違いっていうのを、月に1回でも生ドラムを叩くことで埋めれるわけですよ。あ、生ドラム叩いた時はこれくらいの強さで打てばこうやって響くのに、電子ドラムはこう響かないなって、ね、そういう時にまあ感度調整のあるレベルのちょっとグレードの高い電子ドラムなら、そこでなんかまた調整はできるじゃないですか。まあ音が本物っぽくないなとかっていろいろあるとは思うけど、でもドラムを叩く、ドラムに向き合うってこと自体がそもそも大事なんで、そうやって自分のモチベーションを維持していく、ね、そうやってこう人に依存しないというかね、人に自分のモチベーションとかやる気みたいな、ね、根本のところを預けないというか、ね、そういうのでこう電子ドラムを家で叩くっていう習慣が自分でついてる人っていうのは、僕は自分でそうやってモチベーションを調整できる人だと思うんで、全然いいんじゃないかなと思ってます。
だから音が違うってことに関してはその人が成長していく段階でまた変わってくるからいいだろっていう感じです。でみんな初めのうちは初心者なんだから、わかんないことだってわかんないことが良かったりするんですよ。最初のうちは楽しいになるんだから、それでいいじゃんって思います、僕は。で二つ目、こう叩き方がね変な癖がつくよってよく言われますね、まあ、なるほどと、まあ、確かに確かに、こうなんか例えばハイハットをこうエッジの部分なのかね、こうちょっと上の部分なのかでショルダーで打つのかでチップで打つのかとか全然音違うじゃないですか、ハイハット一つにとっても。でそういうのをこう安い電子ドラムとかだったらなんかもうシンバルパッド1枚だけなんで ここを叩くだけでこうチップでこう上の方を叩いてるのに、めちゃめちゃこう棒でめちゃめちゃショルダーでこうエッジの部分ジャー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 って叩いてるような音がチッ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 って音しか出ないはずなのに、ジャー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 みたいな音になっちゃうみたいな、ジャー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 みたいな音になっちゃうみたいな、これ今ハイハットね、これ手はハイハットなんだけど、そういうのは良くないよね。なるほど、わかりますわかります。僕もさっき言ったけど、やっぱりこう安い電子ドラムとか、まあ最低限感度調整がついてないやつとか、まああとまあ正直こうあんまリアルじゃない作りの電子ドラムってのは、まあそういう癖がついちゃう可能性もあるよなと確かに思います。あとはこう口径が違うとね、例えばスネアは14でタムは12、13とかだいたいね、でまあフロアタム16でまあハイハット14、クラッシュ16、18でまあライドが20とか、これに最低限なるべく近いようなサイズ感じゃないと、例えばフロアタムが10とか8とかだったらすげえちっちゃいんですよ。でスネアも8とかだったら、10とか8とかだったらちょっとやっぱちっちゃいんですよね、実際のスネアの感覚よりも。そうするとちょっと叩き方も狭くなってしまうというか、であと一番危険なのがこうセッティング自体の幅が狭くなることですね。ちっちゃいパッドなんでハイタムとかすごい近くにあるみたいな、もうスネアのすぐ近くにこうハイタムがあって、なんかもう手伸ばさなくてもなんか その場でトコトコトコってこう全部回せちゃうみたいな、でも実際の生ドラム叩くともうトーみたいな、そうなっちゃう可能性もあるんですよね。だからセッティングの幅が狭い電子ドラムってのは僕は確かにあんまおすすめしないかも。なんか音がどうだとか練習機能がどうだとかそれ以前の問題だな。まあ、僕がもしこのちっちゃいタイプの、ね、電子ドラム使ってるんですって話を聞いたら、あの実際の生ドラムを叩いてる時の寸法というか長さというか距離というかそういうのを測って、でそれを家の電子ドラムで再現するようなセッティングにしてみたらどうですかって話を僕はすると思います。だから別にもうそこまでいけば、例えば10インチでちょっとちっちゃいやつだったとしても、でもいつも叩いてるスネアの感覚だとだいたいこのくらいの距離にあるよねって言って、真ん中がね芯の部分が、あじゃあそこにこうパッドの真ん中を合わせていこうとか、なんとなくこう言いたいことを伝わりますかね。だ実際の生ドラムの練習にならないと電子ドラムってあまり意味がないと思うので、まあ、そうするとそうやってこう寸法をうまく測って実際の生ドラムと同じ感覚距離感に落とし込んでいかないと、あの変な癖がつくとか、あの、ね、うまく叩けてないよとかそういう風な意見が出るのはわかる、まあ、だからまあ使い方一つなんですよね。で僕がやっぱ一番おすすめするのは生のシェル、実際のドラムのシェルと同じような、だから実際の生ドラムのシェルを使ってるような電子ドラムがめちゃめちゃおすすめです僕的には。まあ僕はもう ATV-A ドラムスを買ったっていうのはまずそこですね。で2018年とかって ATV-A ドラムスが一番最初だったんですよ、まあ、そういうなんかもうセットでちゃんと生ドラムっぽいの売ってたっていうのは。で実際に生ドラムをトリガーで改造してうんぬんっていうのは、まあ、多分昔から流行ってたんだろうけど、まあそうじゃなくても一つのパッケージで生ドラムのシェルを実際に使ってやってますよっていうのは、僕はそこが一番魅力だったんです。生ドラムと同じ感覚でセッティングできる、同じ距離感でセッティングできる、だからそのセッティングをそのまま生ドラム実際にスタジオに行った時に落とし込むことができると。だから違和感なく叩けます、違和感なく使えますよ。それが僕一番こう生ドラムシェル系のやつで一番素晴らしいなと思ったところですね。あの見栄えとかじゃないんですよ。まあもちろん見栄えもいいんだけど、僕もやっぱ演奏してみた系動画とかやりたかったんで、まあ、だからそうしたら明らかに電子ドラムより生ドラムっぽい方がいいよなってそこもあったけど、まあ、それよりも、まあ、それ以上にこの実際の生ドラムのセッティングの再現性というかそこが強かったんですよね。
やっぱもう当時はだから ATV しかなかったんで、もう A ドラムスを買った。でだからその後後発でいろいろ今ローランドとかも出してるけど、まあ結局コスパと実際の音質とかで考えても、僕は ATV A ドラムスが今のところはやっぱ一番コスパがいい電子ドラムだなとは感じてます。ただ最近あのプレイテックからね、まだこの動画を撮ってる時は発売してないんですけど、ここはまあこう PDS-10 っていう、こう一番最新機種、最高級機種がプレイテックから電子ドラムで出たんですけど、それがねもうねマジでまんまローランドとか ATV のその生ドラムシェルをなんか持ってきたような感じで、すげえと思ったんですよ。いやもう正直やばいなと思って、値段も11万円だったんですよね。まあ、プレイテックの電子ドラムっていろいろ言われてますよね。その拡張パーツがないとか、まあなんか故障したらこう直せないというか、その代替パーツというか、ね、こう交換パーツがないとか、まあ多分ね、送れば直してくれるんですよ。あのそこは。まあ無料か有料かっていうのは多分その時のケースバイケースなんだけど、まあ普通に対応してくれると思うんで、そこは安心していいと思うんだけど、でまああの音もね、なんだろう、別にそんな悪くなくないっていうレベルでした。あのなんだっけな、こう PDS750 ってのがあって、それのレビュー動画が YouTube で、まあ、ほんの少しだけ上がってるんですけど、そこでなんかポップスっていうプリセットを叩いてる時に、あめっちゃ音いいなと思ったんです。そのポップスってプリセットだけね、まあ、他はあの、まあ、まあよくあるこう電子ドラムの音だなくらいだったんですけど、そのポップスってやつは比較的音いいなと思って、全然この ATV A ドラムスをずっと使ってる人間でも、あなんかここだけなんか普通にめちゃめちゃ力入ってないみたいな、あ悪くないじゃんって思えるような音だったんですよね。でまあどこまでね、その新しい音源モジュールの音色が進化してるかは分かんないんですけど、まあまあだから使えなくはないんじゃないかなっていうね。でまあ多分他の PDS750 とかそこら辺でもあったと思うんですけど、まあ USB を使ってこう MIDI を打ち込む、あのこう DAW の方で MIDI に打ち込んで、でまあ実際のドラムソフト、他の、まあ、他のこう DAW のなんかドラム音源ソフトみたいな、そういうので鳴らすとかもできるとは思うので、まあだからアディクティブドラムスとかね、 BFD とかそういうので鳴らせば、別になんかそう音質の面は解消するじゃないですか。まあちょっと今なんか難しいこと言ってるかと思うんですけど、まあだからこう生ドラムの感覚で叩けて、かつまあ、音も別になんかもう、ああもうダメだなこれってほどではなくて、で値段が11万円っていうね。いや安いわ。A ドラムスの3分の1以下だ。僕がもしまだ A ドラムス持ってなかったら多分最初に買ってたかもしれないですね。まあ、っていうか、まあ、実際ちょっと一回買ってみたいけどね、まあ、買ったり試奏したりしてみたいけどね、まあ、ちょっとどこかでこう試奏できるタイミングがあったらマジでやってみたいなって、まあ、僕プレイテック大好き人間なんで、あの安ギター安ベースレビューとかもやってるんですけど、もうそこでもプレイテックが好きすぎてやってるみたいなとこあるんで、だからちょっとプレイテックの肩は持っちゃいますけど、まあ、だからこうセッティングをねちゃんとできるって意味では、そういうね今11万円でも生ドラムのシェルでちゃんとセッティングができて電子ドラムライフがスタートできるっていうのは、まあ、僕はかなり革命的だなと思ってて、まあ、だったら50万円台のローランドヤマハとか、まあ、アレシスとかそこを行くよりもワンチャンいいんじゃないって真面目に思うくらいですね。まあ、あのなんか耐久性にね何がありって話はよく聞くんで、まあ、でも壊れたら普通にサポートに連絡してちょっと交換してくれとか、まあ、って話でね僕はいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、実際まだね現時点で発売してないもののことをねあれこれ言ってもしょうがないんですけど、まあまあだからまあそういう感じでね、こう生ドラムに近いセッティングができるってことの重要性を僕は言いたかったって話です。で3つ目、こうねあのリバウンドの感覚が違うと、まあ、リバウンドってこうなんか跳ね返りですね。ドラム打った時のこう跳ね返りの感覚がこうなんかメッシュだから、こうなんかメッシュって一番生ドラムに近いんですよなんて言われてるけど、実際叩いた身からすると全然違うんですよ、はっきり言って。まあ、僕もあのツイッターのフォロワーさんとねこうそういうなんか談義になったこともあるんですけど、こうなんかねメッシュパッドの設定どうしてますみたいなね、いやもうメッシュパッドが跳ね返りが良すぎるから逆にスネアをもうね生ドラムのスネアの方をもうなんかメッシュに合わせたよみたいな、いやそうなるよなみたいな、そうメッシュパッドに合わせて生ドラムの方変えちゃうみたいな、分かるよそんな、そうなりがちになっちゃうんです確かに。であと特に
まあ、スネアはまあ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 そのセッティング次第だとしても、こうタムなんて一番ダルダルにしてもめちゃめちゃ跳ね返りいいんですよ、メッシュって。まあ、だからここはもう本当にあの電子ドラム反対派の正直な意見として、まあゴムパッドだろうがメッシュパッドだろうが跳ね返りが良すぎて生ドラムのフィーリングと違うからそれはダメだっていうね意見だ。僕もすごいわかる、僕もそれをすごい感じてたし、どうにか直せないかなって、どうにか生ドラムっぽく近づけないかなって工夫をいろいろ考えたんです。でまあ多分前の方に動画出してるんで、こうね、電子ドラムを生ドラムのようなフィーリングで叩ける3つの方法みたいなね実際に僕がやってることなんですけど、でまあそれをやると実際かなりいいです。まあ、基本的にはこう使うスティックをね、ちょっと電子ドラム用にちょっと重心の違うスティックを使ってみるとか、であとはビーターも重心の違うものを使ってみるとか、であとヘッドもね朝プラのブームに変えてみるとか、でもまあこと言ってるだけなんですけど、まあ、そこでね僕はまあリバウンド問題っていうのはかなり自分的に解消されたんで、まあいいかなと思ってます。だそうするとね、もう電子ドラムの弱点全くないんですよ。だから僕はもうその ATV A ドラムスで練習しまくって、もう ATV A ドラムスしか全然叩きませんみたいな状態で生ドラムで急に本番迎えますってなっても、もう全然こう自分としては感覚はほぼ変わらず、もう全然問題なくやれてるなっていうのが、まあ、今現状なんで、まあ、そんな感じでね、まあ僕が電子ドラムを叩くと変な癖がつくよとかって言われちゃってることに対しての、まあ、アンサーというか、一応答えられてはいるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、電子ドラムをねこう否定的に考える人ってのはやっぱりいるので、で分かるんですよね。もちろん表現力ってものに対して問題があるというか、そのベーシックなことしかできなかったりね、でちょっと変則的なことというか、まあ、例えばスティックの違いで音が変わるとかってほとんどないし、そういうのって、あとはなんかもうシンバルってめちゃめちゃ本当は細かい表現できるじゃないですか。もうなんかもう10通りも20通りも音の出し方ってあるんだけど、いやでも実際のとこ電子ドラムだと3通りくらいしか音出せなかったりとか、そういう表現力に、まあ、問題があるというか、まあ、でも逆にそれはちょっと求めすぎかなとも思っちゃいますね。だから基本的なことさえできればいいんじゃないかなっていう、まあ、もちろん本当に細かいこと言うとね、やっぱハイハットとかライドとかね、こう表現力の幅がめちゃめちゃ広いんで、そういったものに関してはもう全然表現力は足らんなとは思いますけど、まあでもその足りないなと思う部分は、だからもう月に1回でも週に1回でもこう生ドラムを実際に叩いてやってみようっていうね。まあこうあくまで電子ドラムっていうのは、こうドラムで実際に使う奏法の、まあ7割くらいはカバーしてるよと。まあ、7割8割くらいはねカバーできてるよって、あとの2割は確かに生ドラムにはかなわない、かなわないくらいそこがもう深く広い溝なんだろうなと思うんだけど、まあでもそこさえ飲み込めば7、8割はドラムでやりたいことはできると、まあ、それが家で、まあ、時間を問わずね、まあ、時間は問うけど人によっては、まあそれができるっていうのはね、叩きたいって思って10秒後に叩けるのが電子ドラムのいいところだと思うんですよ。まあだからそういう意味でね、こう電子ドラムはすごいいいし、もう初心者ぜひ買うべきだし、うん、最初の5万円で、ね、ドラムを始めるんだけど何を買ったらいいって言われたらね、まあ、電子ドラム買っていいんじゃないって思います僕は。まあね、5万円のところをね、まあ、11万円にしてもらって、まあ、プレイテックの、電子ドラム買うのもいいんじゃないかなとか、ね、まあ、5万円のところを37万円にしてもらって ATV A ドラムスを買ってもいいと思うし、ね、まあ、60万円あるならローランド行ってもいいんじゃないかとか、まあでも本当になんかドラムに向き合う時間がただただ増えてメリットしかないなって僕は思うので、まあ、電子ドラムをどんどん使っていってよろしいんじゃないでしょうかっていう意見でしたね僕は。まあ、だからこう電子ドラム否定派の意見っていうのに対しても、まあ一応のそこはちゃんと分かるって思いつつ、そこに対してのアンサーを出せたんじゃないかな今日の動画ではと思いました。いかがでしたでしょうか。まあね、こう異論反論共感なんでもいいんでも、もうぜひねコメントしていただけたらね嬉しいです。まああと僕はですね、普段こうボーカルギターベースドラム DTM とかのね、こうレビューとか、あとはですね、こう一人バンドって言ってね、全部自分で演奏して全部自分で撮影もしてミックスもしてとか、そういうことも、まあ、そういうカバーとかもやっていたり、あとはこう友達とですねカバーミュージックビデオとかを撮ってですね、こう自分たちで撮影してミュージックビデオを作ってね、それもカバーなんですけどね、アレンジとかもしたりとか、なんかそういうこともやってたりとか、まあ、あと本当になんか雑談をしたりね、してる動画とかも上がってますんで、まあもうなんかラーメンとかね怖い話とかね、なんかいろいろやってるんで、まあもしよろしければですね、他の動画もぜひ見ててやってください。あと登録とかチャンネル登録とか高評価とかなんかというわけで、またね次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。